ペンタカルボニル鉄、または単に鉄カルボニルは、化学式が FE5 と表される鉄の作体である。標準状態で刺激臭を持つ炭鉱色の、サラサラした液体。有機合成において有用な、多くの鉄化合物の栓具体である。一酸化炭素と鉄の微粉末から合成される。安価に購入可能である。ペンタカルボニル鉄はホモレプティックな、 つまりすべての配位子が同じ金属カルボニルである。ホモレプティックな金属カルボニルには他に8面体系の CR6 や4面体系の NI4 などがある。ほとんどの金属カルボニルは18電子則を満たす。FE5 は FE の8個の値電子と CO によって供与される5体の電子体によってこれを満たしている。対象的な構造と電気的中性なことを反映して、 FE5 は、揮発性であり、最も頻繁に出会う液体の金属作体の一つである。FE5 は、エカトリアルイに3つ、アキシアルイに2つの合計5つの CEO 配位子に、FE 原子が囲まれた、味方量水系構造で、FECO 結合は線形である。FE5 は、NMR タイムスケールでのベリー偽回転によって飽き、CR くらいとエカトリアルくらいの CEO が素早く、 入れ替わっているため、典型的な陽動分子である。非等価な CUO1 の素早い交換のために、13CNMR スペクトルは、ただ一つのシグナルを示す。しばしば、ペンタカルボニル鉄の分解によって作られる、高純度鉄、カルボニル鉄と混同されることがある。FE5 は、1891年にルード動一ヒ、モンドとカールランガーによって、 単光色の幾分粘性のある液体とジャーナルに報告された。このサンプルは酸化物を含まない超微粒子状の鉄粉末を室温において一酸化炭素で処理することによって得られた。FE5 の光分解によって得られた。橙色個体 FE29 もモンドによって報告された。FE5 を加熱すると少量が緑色固体の金属クラスター FE312 に 変化した。しかし、単純な熱分解は実用的な合成法とは言えない。鉄カルボニル類はそれぞれ全く別の反応性を示す。何千種類もの化合物が FE5 から得られる。ルイス塩基 L による COO の置換によって誘導体 FE5XLX が生じる。よく使われるルイス塩基としては、イソシアニド第3級、ホスフィン、アルシン、 アルキンなどがある。通常これらの排子は一つまたは二つの CO、排子と痴漢するが、PF3 やイソシアニドのような特定のパイ、アクセプター排子は CO を4痴漢、5痴漢できる。これらの反応は触媒、または光によって引き起こされる。実例としては、ビッサク体 FE332 の構成がある。この構成は効果学的に達成されるが、なおや、 なば4を加えることによっても引き起こされる。触媒は CO ハイイシを攻撃し、それは痴漢のための別の CO を不安定化する。FE4 リットルの旧電子性は FE5 のそれより小さい。そのため、嗅覚触媒は FE5 を攻撃して有利させる。ほとんどの金属カルボニルはハロゲン化することができる。FE5 をハロゲンで処理することで、 ハロゲン化け物 FE4X2 が得られる。これらの化学種を加熱すると、CO を失って塩化鉄のような単純な鉄のハロゲン化物を生じる。FE5 を金属ナトリウムで還元することで、コールマン試薬とも呼ばれるテトラカルボニル鉄酸塩を NA2FE4 が得られる。このジアニオン FE42 体は NI4 と等電子的だが、吸覚性が高い。FE5 は、 要因には、プロトン化されないが、水酸化物によって攻撃される。FE5 を水溶性塩基で処理することで、ハフ4体が生じ、これを酸化することで、FE312 が得られる。ハフ4体の溶液を酸性化することで、H2FE4 が生じる。これは、最初に報告された、金属水素化物であった。次元は、FE5 と反応して、FE3 を与える。 FE5 中の2つの CEO 配子は2つのオレフィンによって置換される。多くのジエンがこの反応を受け、とりわけノルボルナジエ元ア1、3ジエンで顕著である。特に歴史的に重要な誘導体の一つが、トリカルボニルシクロブタジエン鉄 FE3 で有利のシクロブタジエン C4H4 は不安定である。最も注目されているのはシクロヘキサジエンの作体で、 その親有機体1、4次元はバーチ還元によって合成可能である。1、4次元は削形成により1、3次元に異性化する。FE5 は自粛ロペンタジエンと反応して FE24 となる。FP ダイマーと呼ばれるこの化合物は反応性はいずれにも似ていないがフェロセンと FE5 のハイブリッドであるとみなすことができる。かつてヨーロッパでは ガソリンのアンチノック剤として、テトラエチルナマリの代わりにペンタカルボニル鉄が使われた。現在の最新の燃料添加剤は、フェロセントトリカルボニルマンガンである。また、ペンタカルボニル鉄から作られる超微粒子状の鉄粉末、カルボニル鉄が、テレビやラジオの高周波コイルの磁性コアや、いくつかのレーダー吸収材料の有効成分の製造に用いられる。ペンタカルボニル鉄は、 各種の鉄ベースのナノ粒子合成における原料となる化学物質として有名である。ペンタカルボニル鉄は酸素炎中で強力な燃焼抑制剤であることが発見された。数百 ppm のペンタカルボニル鉄を添加するだけで化学量論のメタン、酸素炎の火炎速度を50%抑制することが知られている。しかし、その毒性のために 難燃剤としては広くは使われなかった。FE5 は有毒であり、この揮発性の高さのためにその毒性は重要性を持つ。ペンタカルボニル鉄を吸入すると肺を刺激し中毒性肺炎、あるいは肺水腫を起こす可能性がある。しかしながら毒性はテトラカルボニルニッケルほど高くない。 他の金属カルボニルと同様に FE5 は可燃性である。ありがとうございます。